はい、アンスタです。今回クラス別スカウト2の B が来ましたので、こちらを回したいと思います。はい、ついに2年生も終わるということで、今回2の B、2の B ですよ。2の B やってきました。はい。やばいですね。はい、ちょっとね、今回ぜひお迎えしたいです。はい。ゆずるをね、頑張りたいと思う。でもね、他の2の B の子もね、みんな揃えたい。みんな、ね、2の B っていいんですよ、本当に。ということでね、回していきたいと思います。お願いします。まあ、ちなみにね、関係ないけど、今日のホームは、電車で、ちょっといたら、遠巻きになる、二人、みたいな。だってさ、こんなパンチのある服着てたらさ、ちょっと遠目から見ちゃいますよね。という感じです。はい。ではね、スカートをしたいと思います。いやー、いいですね。いいですね。やっぱり。うん。ついにね、まあ2年生も終わる。もう、今回が終わったらあと1年生だけか。ということで、ワンコ。かわいい。マオ、いいですね。いやー、みんないいんだわ。で、リッツですね。かわいいですね。牙がちょっと見えてるのもかわいいね。そして、ゆずる。この、紅茶の先がもうほんとトルネードしてるよね。うん。これはもうプロですね。うん。欲しい。いや、もう絶対、頑張りますね。そして、嵐ちゃん。かわいいですね。で、ミカちゃん。いいですね。いや、やっぱ3周年はみんな、ええわ。うん。そして、今回、2の B の星5、出てくる星5なんですけれども、そうですね、この中だったら、欲しいのは、私、嵐ちゃんとミカちゃんの星5持ってないのでね、そう。嵐ちゃんとミカちゃんの星5来てくれたら嬉しいかな。うん。で、ゆずるは、この夕闇館の主人が出てきたら、もうすでに貫突してるんで、ポイントになっちゃうので、ぜひ、これが出たら、嬉しいけど、この、なんとも言えない表紙に。ね、はい。もう貫突してるからね。うん。だったらやっぱこっちがいいかな。この前の、遠い日のうずきが欲しいですね。うん。まあ、星5ね、来てくれるかな。ダイヤもね、あんまり補充してないんですけど、もう出なかった時はね、補充したいと思ってます。はい、それでは、お願いします !10 連スカウト。あー、一人でも多く来てほしい。一人でも多く。もうほんと、お願い。やっぱりね、とりあえずゆずるが来るまで回したいと思います。はい。10連目で来てくれるかな?10 連目で。どうかな?ひかわー!これは?この輝きは星5確定ですね。うわ、なんだろう、持ってない子。マジ、夕闇館はね、夕闇館以外だったら嬉しい。星4。これは、あれか、エージェント?エージェントですね。エージェントありがとうございます。あれ ?3 枚目くらいかな ?3 枚目。あれ ?3 枚目くらい。結構、ミカちゃん。かわいい。かわいい。やった。おー、ミカちゃん。かわいい。ミカちゃん、かわいいです。ミカちゃん。かわいい。ちょっと待って。初めてなんですけど、同じの3枚来たの。ミカちゃん、かわいい。びっくりした。おいー。はい。これ、ポリスのやつだね。うん。これは好き。うん、これ好き。あれ?じゃあもう終わったんじゃね?あと、昇格なるものはない。はい。ということで。すごくないこれ。すごくないですか?ミカちゃん3枚。確定分3枚ともミカちゃんって、
多分やべえ確率だと思うんですけど。まさかのみたいな。すごいな。一気に3枚はまさか来ると思わなかった。すごい。かわいいですね、ミカちゃん。はい。そして、ゆずる3枚目ですね。で、あ、やっぱ、マオのエージェント3枚目でしたね。でしたね。ありがとうございます。そっか、結構そうですね、来てくれてますね。うん。まあ、かっこいいんでね。このマオすごいね、かっこいいよね。あ、いいですね。はい。ということで、まあ、10連目はミカちゃん。3枚来てくれました。はい。それでは、20連目行ってみたいと思います。お願い。まあ、ミカちゃんはね、3枚来てくれたんで、まあ、あと5人あと5人頼みます持ってない子。譲るっていうか、譲る来て。はい。金色ですね。さあ、どうだ。たくさん金の星がある。1、2、ああ、昇格だな、これ。昇格、ああ、嵐ちゃん。嵐ちゃんですね。いいですね。いいですね。かっこいい。かっこいいっていうか、かわいいっていうか、かっこかわいいというか、いいね。ありがとうございます。で、あと、変われ!変わんねえ。変わんねえのかよ。昇格。ああ。はい。お願い。あ、見え、すごくない?すご、嘘、お、待って、まだ20連しか回してないんだけど。ミカちゃん4枚。あと1枚で。ちょっと待って。押すの怖っ。違う。おい。はい。あ、変わりそう。あ、変わった。リツが来てくれた。ありがとう。はい。ということで、今回は嵐ちゃんとリツが来てくれました。ありがとうございます。そうですね。まあ、あと3人来てくれたから、あと3人か。はい。お願い。来てください。ちょっと整理してきます。はい。30連目ね、行ってみたいと思います。まだ来てないのが、ゆずるわんこ、まおか。まあ、やっぱこう、ゆずるが出るまで回したいので、頑張りたいと思います。お願いします。まだ1年生やるから、そう、まあ、すごいすごいすごい虹色すごい誰かな?ありがとうございます。持ってない子がいいかな?123、はいはいはい。あ、待って、ワルキリーだからこそ、俺は輝くんや。これ持ってない。ミカちゃん全部持ってないから、どっちのミカちゃんだ?あ、テディビアの方あ、いいあの、めちゃくちゃ可愛いやつだ、だだ。やったありがとうございます。ミカちゃん可愛い。すごいな、ミカちゃん、今日たくさん来てくれる。スカウトあんまり、ね、ミカちゃんなかったんですけど、今回はバリバリあるね。あとは、確定の3枚。お願い来いあ、リツ2枚目ですね。来いあ、来たやったやったよ、これ。30連目。紅茶が見切れてる、切れてるじゃん。いいね、いいね。ちょっと、いつもの顔じゃないけど、かっこいいね。うん。マオ。やべ、あと、ワンコだけ来てないか。ワンコも欲しい。あ、これあれだ。超絶セーラーのゆずる。あ、持ってないんじゃない?この率。持ってないと思う。ありがとうございます。北髪、ビキニ。あ、ほら、やっぱ持ってないですね。これあれ。あれ?パジャマのやつだと思ったけど、違うか。これ、ストーリー付きかな?あ、毛玉か。スカウト毛玉ですね。嵐ちゃんのやつでした。ありがとうございます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 。で、マオと、ゆずる。あ、来た。よかった。いや、なんかちょっと、もうちょっと、あれかなって思ったけど、よかったです。はい。そして、このミカちゃんめっちゃ嬉しいです。ありがとうございます。初めてだ、リカちゃんのスカウト。嬉しいです。スカウトの星5。可愛いですね。開花させるとね、べらぼうに可愛いので、早く開花させたいですね。
はい、今回来てくれたカードですけれども、ミカちゃん、リツ、アラシちゃん、で、ミカちゃんの星5、で、リツのケダモノ、で、マオ、譲るという感じ。まあ、ワンコだけ引けなかったな。ワンコ、もうここまで来たら引きたいんじゃが、でもなぁ、ちょっと次がね、1年生マシロくんなんでね、ちょっと私マシロくんとの、マシロくん運がね、すごくないので、ちょっと怖いんだけど、ちょっとまあワンコ、13日、ちょっとまあ考えたいと思います。あ、でもどうかな、欲しいな、でもワンコも。はい、はい。ということで、まあでも今回30連でね、はい、来てくれました。ありがとうございました。いや、もうほんと、よかった。まあ、ね。はい。ごめんなさい。しかも、星5がね、2枚来たっていうのが、すごい、運がいいと思う。どんなものがお好みですか？ありがとうございます。これはね、早く育てて、衣装変えさせたいと思います。まあ、次、まあ、置いといて、まあ、次ね、多分1の A が来ると思うので、まあ、1の A がね、1人5人なのかな、5人クラス5人いるから、まあその分確率は高いのかな、まあ、3枚確定のままだったらね、高いと思うので、まあね、いつもよりは真城くん早めに来てくれるんではないかと思いたい、まあ、ゆずるはね比較的結構すぐに来てくれるので、おやめください。はい、ありがとうございました。はい、こんな感じでした。もうね、あと折り返しがもう終わったんでね、あと2クラス最後まで頑張りたいと思います。ありがとうございました。少し休憩